ゆっくりの、怖い話。世界各国の不可解な未解決事件。今回は2チャンネルで世界の不思議な事件を語られるスレのまとめです。世界各国の不可解な未解決事件、なんや。こういうスレではまず最初に自分から例題を挙げると盛り上がりやすいです。ロシアの山のやつ、確かにあれは怖い。ディアトロフ峠。有名な事件ですね。どんな事件なんそれ。ディアトロフ峠事件とは、1959年2月2日の夜、当時のソ連領ウラル山脈北部でスノートレッキングをしていた男女9人が不可解な死を遂げたことで知られる事件であるやで。事件は、ホラートシャフイル山、マンシゴで、死の山の井、の東斜面で起こったんや。事件があった峠は一行のリーダーであったイゴリ、ディアトロフの名前から、ディアトロフ峠と呼ばれるようになったんやで。当時の調査では、一行は摂氏マイナス30度の極寒の中、テントを内側から引き裂いて裸足で外に飛び出したとされたんや。遺体には争った形跡はなかったが、2体に頭蓋骨骨折が見られ、別の2体は肋骨を損傷、1体は舌を失っていたんやで、さらに何人かの犠牲者の衣服から、高い線量の放射能が検出されたんや。原住民説、狂った説、軍隠蔽説、どれも決め手やないんだったっけ。ディアトロフ峠は雪崩やろ、前もすれ立ってたけど。いろんな説があるようですね。雪崩や吹雪といった自然災害をはじめ、軍事機密実験に巻き込まれたという説や、メンバー同士の喧嘩、周辺住民による攻撃、ビッグフットのような大型獣人の襲撃、または UFO の襲来など、100を超える説が存在するそうですよ。2023年1月、当時、現地調査を担当した研究員がその見解を発表。彼らの死因は、自然現象ではない、ミサイルの硝酸を浴びて亡くなった。このように今でも明確な答えはないようです。マリーセレスト号、単にマスコミが脚色した説もあるが、脚色したのはマスコミやなくてオカルト作家やぞ。1872年12月4日、ポルトガル沖で見つかったほぼ無傷の船が誰も乗っていなかった。見つけた船の船員がその船に乗り込んでみると朝食の用意がされた状況でコーヒーはまだ温かかった。みたいなミステリー事件の話ですね。ですが実際には朝食の下りはミステリー作家がその方が面白いやろ、の精神で脚色したそうです。なんジェイミンと発想はあまり変わらないですね。ミニョネット号事件、解決してるやん。この事件は難破した船の乗組員たちが死にかけの船員を殺してその船員を食べて生き残った事件です。4人のうち3人が生き残りその後裁判にかけられて死刑判決を受けるが、世論は緊急避難を指示し禁錮6ヶ月に特赦されたようです。未解決ではないですね。タイタニック。何が未解決なんだ。言うて911も未解決ちゃう。未解決というか陰謀論やろ。アメリカのドキュメンタリーでビルが911の数日前に保険に入ってるとかあったな。ここら辺は陰謀論が多いですよね。一番の謎は大型飛行機が現代で消えたやつやろ。未だに情報ないとか、マレーシア、せやせや、マレーシア航空もあれやろ。荒れた海に落ちたら飛行機の痕跡なんてほぼ残らんで。この事件はパイロットのジマル認定されているようです。飛び立ってからほどなく航路を外れて飛んでいったらしいですね。類を見ないほどの大規模無理心中だったようです。通貨メロン農家のメロンを全滅させたクソ虫はまだ捕まらないんですか。北海道で起きたメロン農家のメロンを全滅させた事件ですね。手口から同業者がやったと言われています。フィラデルフィア計画。アメリカ海軍が行った実験で、レーダーから戦艦を隠す実験のはずが戦艦そのものが消えてしまい、数分後にまた戦艦が現れた。戦艦の中にいた人たちは精神に異常をきたしたとか木材や金属と同化してたとか半透明になってたとか、大変なことになっていたという話ですが、公的な記録は一切なくただの都市伝説的な話だそうです。ボットン便所に挟まって死んだやつ。これも有名ですよね。どうやってここに入ったんだって思います。でも別の図解によると、こんな感じらしいので実際にはもうちょっと入りやすそうです。そもそも覗きに行って出られなくなっただけだろこれ、未解決ではないよね。日本代表は何やろな。この人は死体を調べる人でしょうか。自殺の9割以上が調べると他殺らしいです。未解決事件とは違いますけどね。と、このあたりでスレは落ちていきました。まるで八つ墓村、住民が次々に殺害、行方不明に、連鎖する不可解事件。このスレもとある未解決事件のスレです。2011年に大分県日出町、そこで起きた失踪事件プラスアルファの記事です。36歳の主婦が忽然と姿を消し、翌日に同じ町内の2歳児の子供が消えた。突然そんなことが起きました。この記事だとさらに数ヶ月前の殺人事件も書かれていますね。実際には主婦の失踪以外はその後解決しました。主婦の方は未だ見つかっていないようです。と長々と説明しましたが、このスレでは別の書き込みで盛り上がりました。見たら怖くてトイレに行けなくなった。ちゃんとトイレ行ってきて、鏡があるなら見て。怖い、ホラー映画より、怖い。
にが怖いってレスしたやつ、言わなかったら読まなかったのに、同じく、泣きそうだぜ、にが怖い。みんなビビりすぎだろ、ハードルが上がったところで見てみましょうか。行方不明者への回電は、怪文書一覧、庄山仁志くん事件、悪い友達に誘われて、人のお金を取りました、と無理やり書かされた本人からの手紙。これは行方不明者の家族に届いた電話や手紙をまとめた書き込みです。松岡信也くん事件、中原麻里子の母親、と実在しない幼稚園同級の母親と名乗る女から電話。鴨前ゆきちゃん事件、みゆき、かわいそう、などと書かれた怪文書が届く。増山ひとみさん事件、お姉ちゃんだよ、と中年女性から電話。石崎陽子さん事件、大勢の人がいて帰れない、行方不明翌日本人から電話。南谷小夜子さん事件、ああ、苦しい、悔しい、ネパールで行方不明数ヶ月後本人から電話。日高光夫さん事件、モールス信号のような音がする無言電話。山本美穂さん事件、すすり泣く声の電話。西安義行さん事件、僕、学校の横、と男性から電話、明かりをつけましょ、ぼんぼりに、と歌う女児から電話、ほか。井ノ原治くん事件、山に男児の遺体を埋めた、と数年後手紙が届くも、遺体は見つからず。鈴木敏行くん事件、近所のホテル、親戚宅、父親勤務先それぞれに女の声で事件を確認するような電話、鮮魚店には本人から電話。田辺信子さん事件、私もやっと妻子と別れ、晴れて信子と一緒になることができました。二人を探さないでください、とワープロの手紙。長島康弘さん事件、失踪数ヶ月後、康弘さんが病院に運び込まれた、と電話、その番号は通じなくなる。佐藤純子さん事件、スイスで失踪後数回、実家に決まって日本時間の20時30分頃に無言電話がかかってきた。ユリア、ブローツカヤさん事件、友人宅に本人から、ウラジオストク出身の女性と一緒に監禁されている、と電話、また友人宅に、行くとか17番地にいる、と女性から電話。以上です。ほとんど知らない話なのでかなり不気味さを感じました。北か宗教だね、中にはオウムの時期と重なるものもあるはず、大勢の人がいて帰れない、はやっぱり宗教っぽいよね、犯罪集団に拉致されてるならこういう表現にはならない。ただのいたずらだろ、昔は被害者の住所が番地まで新聞記事に出てたし、住所がわかれば電話帳で電話番号もわかった。別の意味で怖い話ですね。確かにこういったいたずらがないとは言えません。ですが、先ほどの一覧の中にはいなくなった2日後に電話が来たりするものなど確実にいたずらではないものがあります。明かりをつけましょぼんぼりにと歌う女児から電話、明かりをつけましょぼんぼりにと歌う女児から電話、明かりをつけましょぼんぼりにと歌う女児から電話、朝から鬱だよい。仕事休んで協定行こう。仕事行きたくないだけだろ。朝から2チャンネルなんてやるもんじゃないですね。いかがでしたか？ 2 チャンネルには未解決事件の専用スレがあったりします。中には恐ろしい書き込みなどもあるのでそのうちまとめるかもしれません。確かいくつかリクエストも来てたかな。ぜひ感想をお聞かせください。ご視聴くださりありがとうございました。また見てね。